ヤドだってだろ、ヤドだ、シュート、ヤマルト、シュート。もう我々もね、YouTube で活動してもはや10年ということでね、はい、岡崎市内ではね、結構その声をかけてくれる方とかもう増えてきましたよね。はい、ありがとうございます。その時にね、オーラやばかったんですぐ気づきました。なんか言われたことありますね。Twitter、とかでも書かれたりしますね。うん、何を調子に乗ってるんですか。俺らは言ってないのよ。オーラなんてね、ないんですよ。ないね。自分がそのすっごい人を見た時に、オーラあったわってなんかつい言っちゃいません。言っちゃいます、ね、思います。あるけど人は確かに、でも本当に俺と哲也は今日朝オーラあるよなって話してて、ある派なんですよ。いや、あると思いますけどね。俺は正直経験が顔に出てるんだろうなって思う。俺はね、なんかどれだけその人のことが好きか、自分がね、うん、マジで知らない人だったらヒゲ生えてたらオーラあるな。、まあ、確かに、まあ、俺反町さんが偶然歩いてるとこ後ろからね、現場で 見たことがあったんですけど、まあ、ありました、ね、マジで革靴でずっと言ってるよね。細いカタカナのフォントが見えた、うん、いや、めっちゃかっこいい。スマートにね、ソリマチさん、哲也が手こいで臭い臭いって言ったらベルベルの中にスタッと開けて、ごめんなさい。マジであれやばって。マジでやばい、あれやばい。やばい、その方向は。あれは間違いなくオーラだったと思いますよ。はい、いや、僕はね、内派なんですよ。どっちかというととしみつよりというか、オーラなんてこの世には存在しません。なるほど。ということをですね、今日皆さんに証明していただきたい。はい、なんとですね、この総合学習センターにですね、3名もオーラのある人が出演しておっておりますって、はい、少なかった俺の中で1人はですね、世界チャンピオン。いや、もうオーラの塊じゃん。もう一方、世界大会にも出場している日本一の方でございます。いや、オーラオーラオーラ大丈夫っすよ。そして、もう一つ最後の一方が NHK の人です。うわー、これもまたすごいですからね。これは内容によるけど、まあ、分かる。確かにチャックの人とかだったらちょっと分からないけど。違うしね。実際にこの場でほらねっていうのを見せていただける方でお呼びしております。楽しいじゃん。ちゃんと見れる。めっちゃ楽しい。楽しい。今回ですね、その方以外にですね、もう何も成し遂げていないオーラ皆無の人をたくさん演じております。たくさんいたらね。僕はもうさっき謝ってきました。ひどいこと言いました。大丈夫ですか。本当に何も成し遂げてないですか。言いました。あの、何か本当に成し遂げないですよね、皆さん。おじさんいない。気になるな、そいつのピーク。今回はもうチーム戦ということで、はい、まあ、とりあえずね、最初見るだけで、うんうん、いきましょうか。はい、でちょっとイクト君、あの、一回試しにこういう風に来ますよってのやってもらっていいですか。見して見して。はい、左から出てきます。はい、そしてこの真ん中にしていただいて、で、上げていただきます。まあ今のでもいいんだけどね。イクト、もっとやれたっしょ。イクト、やり直したいか。チャンスだから。 OK、よろしく。 OK、OK。 じゃあ1番の方どうぞ。はい。おー、はい、そしてカメラありますのでセンターに。あいつが後輩でよかったな。それでは早速参りましょう。1番の方お願いします。おお、なるほど。でも歩き方綺麗だ。あ、どうも。あ、どうも。あ、大丈夫ですよ。すごいじゃないですか。なんだこれ。オーラで感じていただかなきゃいけないんで、会話とかではダメですからね。喋っちゃダメだよ、本来。挨拶もダメかな。ついつい挨拶しちゃったけど、あんなね、見つめられたら挨拶しちゃって。2番の方、お願いします。あー、なるほどね。シャツ気になるじゃん。バックプリとか関係ない。3番の方、お願いします。おお、なるほど。あー、はぁ、あ、はぁ、あ、なんかやってそうだな。あるなぁ、なんか自信みなぎってないもん。いや、ちょっとなんかさ、今あったね。今あったよ。腰、胸張ってる感じ。あのね、速さはなかなかよ。はぁ、あ、うん、うん、うわぁ、どっちですか。綺麗ですね。綺麗ですよね。慣れてるからこその笑顔なのか、こう照れてるとかっていうのね。髪質すっごい綺麗だったし。いや、そうなんだ。見てください。5番の方お願いします。おお、アーガイルだね。調子いい。今んとこ
アードの今んとこ全員オーラあるように見えちゃわないですか。なんか成し遂げてない人は本当に成し遂げてないですよね。本当に何も成し遂げてないです。だから今来たあの方はあの年齢で何も成し遂げてない可能性があるってことだよね。言い方あるだろお前。記録としてはってことだよね。人前に立ってパフォーマンスをするという意味での成し遂げがあるかどうかっていう。あ、6番の方ですね。あ、6番の方ですね。はい、先生。逆だよね、逆にだね。逆にだね。なるほど、なるほど。なるほどね。お上手。ありがとうございます。うわー、なるほどね。上手だね。3人いるんでしょうか。11番の方、お願いします。ほーあーそうきたか。格好がもうだって好き。ありがとうございます。12番の方、お願いします。羽振ってのを持つと、はい、うん、いいよ。ありがとうございます。興味深いですね、これは。ただのいい人。おあああああ、目を引きますけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、おお、これで全ての方が登場してくださいました。素晴らしいですね。なるほどね。まずは皆さん本当にありがとうございますですね。あ、本当に、ね、本当にわざわざご登場ありがとうございます。ここからね、ちょっと失礼なことを我々言うかもしれませんけど、はい、やっぱそういう動画ではありますので ね、うん、そうですね、ご了承ください。はい、お願いします。気になる人いらっしゃる、話し合っていただいて。怪しい人からいくと3番ですか。はい、怪しい。シルシャツね、シルシャツお兄さん、俺も怪しいと思う。一人一人来てもらってさ、みんなのなんか所感言う。まあまあまあ、それがね、したいならいいですけど、やっぱでも追いオーラしようとして。あ、追いオーラ、追いオーラね。でもまあまあ、出て結構出てますけどね。4、5人ならいいですよ。3はもうね、確定、なんなら確定ぐらいで欲しいと思う。そうですか。じゃちょっと大丈夫ですか。3番さん、もう一度登場してもらっていいですか。バレちゃったかみたいな感じだよね、きっと。あ、こっから違うもん。あー、早いな、早いな、早いな、うん、確かに。いやほら、確かにな。でもね、曲がってき方もね、そうそうそう、ちょっと出て、もうなんかもうだるそうだもんね、もはや。うん、こういう舞台ってもういいから。こういうちっちゃいステージに立たせるな、これ以上。あれ、うん、やっぱ最後のね、背中が違う。背中がなんかね、でかい、うん、吐ける瞬間まで見られてるんだって意識がちゃんと出てた。ピシーッと。あとこのね、脇のちょっとしたこの開きがめっちゃいいんだよね。あの締まらない感じでしょ、うん、もうオーラが挟まっちゃった、ここしんやり。ここがオーラが落ちない色に歩いてる。でもちょっと色白ないよ。いやいや、それはやっぱり達人の意見できちゃってんだ。室内なんだ。だって髪型も見てみてよ。あんな髪型せんやろ、令和に。じゃあ、成し遂げてなかったらどうすんだよ。どっちが一緒に失礼なの。どっちもね。次だと俺、9番。それね、一緒一緒一緒。フリフリスカートのね、うん、はいはいはい。俺も女性顔つきよしって書いてある。フリマラなんて書いてあるの。フリフリスカートお姉さん、あり。うん。なんか違くない？違くない？アリの一番。一番のカーディガンなし。あのオーラがね。オーラがね。八番。歩く時の手が前すぎる。真顔全然ない。気になる。気になる。これはもう本当追いオーラとかじゃない。わかります。選ばない。八番ちょっと会いたい。八番さんお願いします。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。あったらどうしようね、マジで。すみません、ありがとうございます。9番いきましょう。で、9番の方、もう一度お願いします。あら、ね、うん、いや、ほんとバウンドしてるもん、あれ。バウンドいいことなんだね、わかる。綺麗なオーラだ、うん、背筋がね、ピーンとしてるんですよ。何やられてるのか気になるな。背筋、ね、かな。ほら、見て、もう背中見て。あ、そう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 。オーラが背中を見てって言ってる。入って出るまでちゃんと見られるものをやってるよ、ね、うん、もうオーラじゃないじゃん、それ。それで言うと7番の人が俺、クラシックすごい人しか着ないような服着てたから。そうだね、はい、だって7番さんね、アル風でない。騙されてるな。やられてるな。やられてるやつ欲しい。7番さん見とく。7番さんちょっといけますか。疑いがある人見とこう、はい。
薄すぎだな。でもね、哲也のね、ある風でないちょっと分かったかも。常に見られる側なんだ私たちはっていう意識がここに来るまで足りてない。ここがなかったな、ここが動線が。ねえ、惜しかった。惜しかった。うん。これ14派だな。14、俺も。あ、14。うん。じいちゃんっていうか。いやあの人ただの学生じゃないかな。14人から3人を選ぶなんて、うん、これはもう絶対ないだろうっていう感じられた方とかはいますか？5番さんのメモが全然成し遂げてないって感じ。ニコニコおじさんね。ニコニコおじさん。ニコニコおじさん。あの人は絶対にただの親父だよ。よろしい、5番さんお願いします。いやもう待って、入りが入りがだって成し遂げてない入りだもん。ない、ない、ほら今回のね、指標がそのギネスとかチャンピオンとかって言ってるから成し遂げてないっていう表現になっちゃいますけど。そうですね、もちろんいろんな子供たちから慕われた先生とかそういうパターンはありますけど、あえて我々はこうエンタメというかね、そういう人前で見られる立場としてのオーラの話をしてる。もちろん、まあ、オーラの色が違うもちろんね。一番はちょっとチャーミングすぎたな。はいはいはい、まあただ普通に幸せになってくれればそれでいい。言い方よ。4番さんちょっと見ていいですか。4番さん、はい、お願いします。ああ、いやもうそうね。カット2回目見たらオーラありそうだって。なくはない気がする。ありがとうございます。ちょっと5番がギネス顔してる可能性あると思っちゃった。5番ちょっと待って。いや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 。俺全然成し遂げてないって書いてあるんだよ。ギネスでいうと14、だから最後のただの学生だとさっき言ったけど、哲也11番怪しいです。服装もそうだけど余裕もあった。いや余裕はマジであったね、スキーさん。確かに。いや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 、おお、やっぱなんかね、余裕があるんだよな、お前らみたいな若者空いてるし暇ないんだよこっちは。でも間違いなく何か何か自分を支える骨がありすぎる。ある。一旦ここまでしましょうか。はい、では話し合って、3方選んでください。はい、僕3、9、11ですね。いや3、9、14な感じしたんだよな俺。でも俺10番見てないけど、オールブラックセンター分けお兄さんがやってる感あるよ。10番はね、俺手がプラプラしてる、人前に出たことないんだよ。言い過ぎ、お前だ、お前言い過ぎなんだよ。重なってるところはもう OK でしょうか。3、9、3番、9番。ただニコニコおじさん大穴で言ってもいいけど、ゴージ大穴、うん、オーラに大穴ってあるんですか。確かに素直にあるだともう11番じゃないですか。だってあの年齢でさ、そこまで生き切れるってさ、自信の表れじゃない。正直、ね、正直言ってこれいきますか。全然いいと思いますけど。じゃあレジャーさん、カメラに向かってお願いします。オーラがある人は3、9、11です。じゃあ3番さん、9番さん、11番さん、お願いします。すごいです、倒れちゃうし。構えろよ。構えろ、構えろ、耐えろ、耐えろ。ほら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 ある、ほらほらある、ある、ある。完全にこれ今一番熱い場所ですよね、今。いや、やばいね、すごい人だ。両サイドの見てよ、二人を。なんかもうビデオがね、なんかもうバランスが良くて、俺たちが戦ってきたステージはここじゃないみたいな。チーム感もっとすごい、チーム感ある。じゃあ発表させていただきます。はい、はい。3番さん正解。うわあ、やっぱオーラあったんだ。ありすぎる、抜けてるよ。やっぱありすぎる。すごい、完全だった。違う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 。3番さん正解したんですけど、9番さんと11番さん外れです。そんなオーラあんのに。普通のおじさんってことですか。え、もう聞いて。普通のおじさん。一旦お二人に、はい、古着が好き500円です。ああ、普通に古着が好きなんだ。ちなみにオーラがあると言われるのは嬉しいよりなんですか。自己肯定感がいつも高い。ああ、それはね、それが自信がすごいある。でも出てましたよ。ありがとうございます。オーラあります。で、あと7、9番さん、9番さん、何をされている方なんですか。ライバーをしてます。あー、それでそれはちょっとね、多少はスキルがあったかもしれない。オーラありますよ。フォロワー数いいですか。インスタが2万人いて、あれすごい、成し遂げてます。あるな、言ってくださいよ、それ。オーラありますよ。あなた成し遂げ人じゃないですか。成し遂げ人。一旦お二人ありがとうございました。ありがとうございました。3番さん、いやー、やっぱり来ましたか。でかい、明らかでした。いや、これはもう出てきた時に目あったもん、うん、はい、3番さん、山本翔衣さん。山本さん、縄跳びに使いたい。うわー、三重跳びの日本一だ。どういうことですか。あ、だからさ、もう脇のオーラはそういうことだ。縄跳びだ、筋力あったら縄跳びのオーラが挟まったんだ。足とかもすごい、なんていうの、あのしっかりしてる感じするよ、バネ感じで。
妹さん自身は自分のオーラをなんか自覚されたこととかありますか？いや、特に言わない。本物だ、本物出てるよ、出てる、出ちゃってる、だから逆に自分じゃ分からない、うんうん、ここで、本当に俺の縄跳びすごいんだよってのをちょっと見せていただくこととかできますか？まあ、こっちにいいですけど、いや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 、今、謙遜だなやられた、余裕しかない、よろしくお願いします。うわ、軽やか、うわ、すごい、おおおおお、あ、そこ、これ30なんだ。いや、もう軽さ、え、これ 30? これ今30ですか？え、すごい、軽そうすぎて、すごい、ちょっと二重跳びしてもらっていいですか？二重跳びを、なんか二重跳びにしか見えなかった。かっこよく、かっこよく、え、これ二重跳び、すごい、なんかすごい簡単そうに見える。え、自分三重跳びの、どういう競技だったんですか？それだけ跳べるから、回数ですか？回数、記録はどれぐらいだったんですか？300ぐらい。やっば、跳びすぎる、すごいですね。腕全開こうやって回してんだ。そりゃオーラ出ますわ。山本さんにはちょっと隠しきれないオーラがあったと、ありましたということで、これからはその辺遅刻して生きていただければと思います。ありがとうございました。じゃあ世界チャンピオンいるってこと、ね、待ってよ、本当に世界一とギネス記録ギャルおじさんがいるんだね。どうすんの、ニコニコおじさんだったら。次が最終回と分かりました。なるほどね。皆さん全員に聞くとかいうことをしなければ、一つだけ直接的に関わらないであろう質問はしてもいいです。おお、なるほど。俺44だな。まあ44でも全然、うん、あり。5番さんはもう誰かの強い気持ちがあればって感じだった。ちょっと逆張り感あるかな。そうだね、オーラなかったもん。オーラで見るとね。ユーマさんに質問しますか？うん、じゃあ質問の方、うん、はい、好きな芸能人教えてもらっていいですか？中村徹さん。ぽい、すっごいぽい。ありがとうございます。何か分かりましたか？でもまあぽい、このぽい、この系統を突き詰めてるなって。好きそうってこと。好きそう。ギリ14かな。まあ14ね、ギネス狙いですよ。一応今後に期待って書いてあるから。お前勝手に期待するんだよ。質問どうしますか？14番さん、子供の頃の夢は何ですか？プロ野球選手。おお、ありがとうございました。野球やってるやつってなんか成し遂げそうじゃん。しない俺とか。お前が何とかしろ。回避する、回避してもいいじゃん。いや僕がね、ないんだ。いやだから10だって。10、10、ほんとに10。いや12番の B ボーイはただのいい人だ。ただのいい人、ただのいい人、ただのいいお父さんみたいな。デュークキャップね。あ、そうそうそう。2番さんどんな、2番さんなんかただバツになってる。マジ忘れちゃった。2番さんもう一回いいですか？はい、2番さんお願いします。おー、あー、バックブリードさんだ。あるよ、今見ると。質問しておきますか？最近感動したこと。あ、ちょっと聞いてみたい。最近感動したこと、まあ、映画を見ただけですね。はい、ありがとうございます。14ギネスある。14をしたい俺は。414いく、連打の数とかできる。まあいい。じゃあ改めて、はい、オーラがある方は4番さんと14番さんです。では4番さんと14番さんお越しください。頼む。あー、でもなんかいい。いや、こう見ると結構ありますね、うん、あるんじゃないですか、ね、でも2人で1つ系か。違う違う違う。それでは発表させていただきます。はい、はい、オーラビトではございません。違うんだ。ほら、トールちゃん好きなだけだって。トールちゃん好きなだけかよ。4番さんは今おいくつですか？今20歳です。20歳か。これからです、ね、これからの未来しかないから。これから成し遂げてもらう、今後に期待って。いや、ね、4番さんは何をされてる方なんですか？美容とかモデルもやったりとか。ほらほら、やっぱさ、ちょっと感動しちゃってるんだよね。ちょっと高ぶってるわ。見られる職業の人のやつある。いや、そう、でもやっぱ捕まえちゃうね、そういうところ、うん、捕まえちゃうね。ありがとうございました。ありがとうございます。トラマワシ世界チャンピオンの方とバスケットボールジャグリングギネス記録保持者の方、やばい、すごいじゃん。お越しください。誰だ誰だ誰だ。
皿回しでジャグリング世界チャンピオンの古山聖さん。すげえ。12番さんが、3つのバスケットボールを使ったジャグリングでギネス記録を取られた石森俊さん。うわーすごい。あ、キャップだ、キャップ。そうだね。いや、12番さんに至ってはもう何の話題もあげませんそうだね。ちょっと出した時にちょっと、ね、ただのいい人、ただのいい人なわけねえだろっつって。せっかくなんでお二人のことえ、いいですか。ぜひ。じゃあ古谷さんがちょっとお願いしてもいいですか。はい、お願いします。お願いします。古谷と申します。まさに一番古谷と申します。一言でご紹介すると、医者をしている皿回しのパイオニア。いや、すげえ。そんな肩書きまで。おい、オーラ、お前成し遂げすぎだろ。成し遂げすぎだろ。もう余裕ありすぎて。おー、来た来た来た。おー、上がった。おー、おー、ありがとうございます。おしてる。特許を取ってました。全部自分でやってるし。全部自分でやってるし。うわー、なにそれ。はい、やばい。嘘だろ。嘘嘘。これは気にしないですか。うわー、すごい。その前から全部すごいよ。うわー、バリバリだってあーあー、さあ最後ね、俺だったんだ。パフォーマンスを見てもらった後のあれが出てんだね。完全に俺あの用務員のおじさんとか石森さんお願いします。はーい、コーラの内緒です。おー、あのバスケットボールのバスケットパフォーマーという方がやっておりますので、よろしくお願いします。お願いします。まず2個から。はい。おー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 、こんなんのはね。おーおー、どうなっ、うわーすごい。うわうわ、目にも止まらぬこの動き。おー、すごいな。うわすごいすごいすごい。おー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 、接着してるかのような。はい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 、ありがとうございます。おー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 。では、あれ持ってきてもらっていいですか。はいはいはい、はい、証拠というか。あーあー、出た。初めて見た俺。確かに生であんま見えない。はい、私、バスケットボール3つのジャグリングを、どれだけ長い時間できるかと思うので、1時間見てくださいね。何の意味もないかもしれない。ぜひご覧いただきたい。はい、どうぞ1人協力していただいて。なんかそういうのあるんですか。今夢丸じゃない。ありがとうございます。大道芸さん。まあ確かにな。一回やってみます。一回見てみたいね。確かに。バスケットボールできますか。まあこういうことだよね。ああ、すごい。あ、すごい。バスケットボールむずいぞ。重いわ。重いもんね。確かに。3つでやってみようよ。3つゲームも。あー、絶対分からんもんね。そりゃそうよな。押す。いきます。はい。あー、あ、あだけでいいですよね。はい、両手でキュッと。え、夢丸だ。夢丸が出ちゃうの。お前だ。はい、そのままキュッとキュッと。そのままで、ここまで
パフォーマンスがあってのやっぱ笑顔だったんです。なるほどね。パフォーマンス見た後、オーラーとまたなんで気づかなかったんだろう。でもね、これ不思議とね、今もないこれが親しみやすさっていう意味での、うん、あれなスキルの一個なんだ。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい。していただきましたね。そうね。必ずしもオーラが人にバンバンに感じさせるほどこうね、撒き散らしてるわけじゃないよ。そうですね。我々はね、まだ成し遂げてないですけど、何者も、はい、今後もね、親しみやすい YouTuber として活動していきましょうや。はい。今日は本当に、すみませんでした。すみませんでした。